何分も始めてください。全然問題ない。逆に一緒させてくれて、3日目までこうやって見させてくれて、今日と戦わせてくれて本当にありがとう。感謝しかないよ。完全に力負け、まあ、キャッチボール、キャッチボールの絡みもそうだし、バットの振り方もそうだし、君たちがそれができてないっていうわけではない。いろんな人に、いろんな人にね、うちのことをよく言わせてもらってるけども、悪くないんだから。だけど、栄光さんには負けてしまう。というのは、もうそこはしょうがないんです。まあ、今まで練習やってきたところは、チームとしてはどういうふうにできたとは、君たちは思うので、まあ、そこはもう終わったんだから気にしないで、今度またニュース大会があるんだから、そこに向けて、もう一回、帰ってから、しっかり練習して、ユースではいい大会までで頑張る。 OK、 行くぞ。せっ、まあ全然泣く必要ないと思うし、初めて出た大会でそうやって悔しい思いして、そして幸いにも来年もあるし、次の大会もあるし、そこにつなげればいいと思うし、どんだけエラーしてもどんだけ点取られても笑顔で明るくベンチ戻ってきたのは感動したし嬉しかったし、誰も泣く必要ないよ。誰も悪くないよ。笑顔で最後までやれたから全然問題ない。次に切り替えて胸張って東京帰ろう。胸張って学校に戻ろう。全然問題ない。逆に一緒させてくれて、3日目までこうやって見させてくれて、今日と戦わせてくれて本当にありがとう。感謝しかないよ。ありがとう。一生できたことは本当にこれは自慢できることだよ。君たちがいろいろあったかもしれない、2年生なんかもそう、1年生なんかもそうだけど、だけどもそこをしっかり君たちに乗り越えて、こうやって全国大会に出場ができてね、山陽高校に勝って、で昨日練習をして、今日中高大に全体高大に出場してくれたけども、本当にこの構図で構図して歴史をできたことは本当に君たち自慢していい。よくここまで頑張ったね。だから何回も言ったけども、次の大会は約1ヶ月もあるからね、そこまでもう一回期間はあるから、しっかり練習してこの杭を1ヶ月後の大会にぶつけましょう。 OK。 プレイお疲れ様でした。初戦、ああいう形で逆転して勝って、今日試合してみて、あ、まだまだ全然足りないところがたくさんあるなって、すごい気づかされたと思う。最初に言ったように、そんなに点数取られても、ね、そんな試合になっても、最後までニコニコするっていうところ、スマイル忘れないっていうところ、そこは投資に目抜けたんじゃないかなっていう、一つのチームカラーとして、ね、これっていう強い、意志とかね、信念持ってれば必ず、まあ、勝てる日来ると思うし、まあ、ね、結果は結果だったかもしれないけど、ってことはまだまだ自分たちは力つけられる、実力練習たくさんすればまだまだ
いろんな知識だったり実力を身につけられる時間もあるし、環境もあるし、これから別にこれで全部が終わったわけじゃない。1ヶ月後また大会があってまた続いていくわけだから、この悔しさを糧にどれだけまた這い上がれるか、自分たちが頑張れるかっていうのが重要になってくる。しっかりこの2試合のことを反省して、それを活かしてまたレベルアップのために練習をして、気持ちも、技術も向上できるようにまた一丸となって一からやっていければさらに、強いチームができるんじゃないかなと思います。なので今日の悔しさを忘れずに次の大会練習に生かしていきましょう。OK、はい、試合は負けちゃったけど、やっぱ初めに言った笑顔、声出すとかしっかりできてたし、みんな諦めないで最後までできてたから、次のニュース大会練習とかでダメだったところもっとできたんじゃないかっていうところを残して、次は上まで上がれるようにみんなで勝ち上がっていきましょう。初戦は海洋高校から来て、みんなが集めてくれると、今まで2年生は3人しかいなかったから、近い年の人たちもいなかったから、1年生が入ってきて、一緒に試合やって、みんなが、1年生にすごいかっこよくて、今日は自分が諦めないで、声出していってできるの。前向いて、後ろ組みの練習でしょ。もっと、みんなから全員苦しい。勝ち上がりましょう。楽しかったです。最初に決めた曲、最後の、みんなで、やりて、曲、試合とか楽しくできたし、完成するところとか見られたので、次の大会で今日の1ゼロを楽にできるように頑張っていきましょう。めちゃくちゃ楽しかった。まあ今年本当に創部1年目で、まあ、1年生17名の、2年生3名20名で、今新チームとしてやってて、まあ、本当にいろいろとチームでもあったんですけども、そこを一生懸命頑張ってここまで来れて一生できたことは本当に、嬉しいと思っております、まあ、本当に最初はちょっと基礎練習だったりそういうのをやって、まあ、大会前になってから、ゲーム形式の、何回かやって、そこで反省出たことをもう一回修正をしてこの大会に臨みました。まあ、もちろんチームではやっぱり今年からあの甲子園球場というところで開かれることになって、甲子園で決勝をやることをまあ目標にはやって、でまあ本当にその前にとりあえず1勝を目指してやってました。まあ本当に2年生なんかは去年いろいろとあって、でまあ、1年生もこうやって17名近く入ってきていただいて、そこで、まあ、本当は決勝まで、行きたかったけども、もう終わってしまったことはしょうがないので、もう一回切り替えて、1ヶ月後のユース大会に向けて頑張りましょう。まあ、こうやって今日負けてしまったことは選手は一番悔しいと思いますし、私ももちろん悔しいので、まあ、1年間練習をしてもう一回来年いい結果を残せるようにやっていきたいと思います。悔しいですけど、みんな最後まで諦めず、声とか笑顔とか相手のチームに負けないくらい出てたんで、精一杯できたと思います。やっぱみんなの最後まで諦めないっていう目標があったんで、
それをみんなで諦めないでやれたからこそ勝てたと思うし、やっぱ最後まで諦めないっていうのが大事なんだなって思いました。やっぱ明るく、まあ悔し涙を流す人もいたんですけど、みんなで支え合って守備とかバッティングでカバーできたんで、そういうところが良かったっていうので明るく終われたんで、すごく良かったと思います。やっぱり今年から甲子園球場で行えるってことで、そこに向かってやっぱ3年生いなくてもここまで上がれるんだぞっていうのを周りに見せつけたいと思って頑張ってきました。やっぱ今年の反省とか切り替えて、来年こそ上に上がって狙っていけるように頑張りたいと思います。なあ、そう。